はい、では続いての質問です。低弾道の伸びるバックハンドスライスを打てるようになりたいのですが、浮き上がったり勢いのないボールになってしまいます。どのように打てばいいか教えてください。はい、バックのスライスでよくありがちな、質問というか、皆さん結構多いかな、僕も見てて、多かったりする一つの問題なんですけれども、バック、ちょっとこのカメラの方にボールを打ちましたら、僕右利きなんで、右手右足なんですが、ボールがこのまっすぐ飛んでいって向かって、こっち側左側にこうボールが全部切れていくようなイメージだと思うんですけれども、基本的に横から見てもらうと分かりやすいかな、向こうに打つとして打点が右足、この踏み込み足よりも、と同じかそれよりも遅いと当たった段階でボールがそのままラケットを切ろうとするので全部向こうに左流れていくので、基本的には打点は踏み込み足も前に取ってください。もっと言うと、バックのスライスでオープンで打つ方いないと思います。こう構えてこう打つ人は多分いないと思います。なので必ず、バックのスライスの時は踏み込むと思うので、その踏み込み足よりもに完全にどちらかというと体重を乗せ切ってそれよりも前で取るっていうのが一つ と、伸びるスライスを打ちたいのであればラケットはできるだけ高いところから入れてください。高いところから入れて皆さん面開いてこうスライスをかけていくイメージが強いと思うんですが、正しくは上から、ボールに対してスパッと切るイメージです。上からラケットを下に入れるとボールは、激しく、逆回転スライス回転かかるので、上から入れて下に、インパクトまで上から下に、入れてもらって、そこから前にフォローする出してもらうとスッと伸びていきます。ちょっとそこを意識してもらうといいかなと思います。面開いて、もっと一番良くないのは、高さが構えた時に低く構えてですね、そのまま、面開いたまま前に出しちゃうとボール上に行くので、必ず、肩よりも高いところまでラケットをしっかり振り上げて、体より前で、ボールをしっかり前で見てそこにラケットを持ってきてもらうといいかなと思います。その辺を意識していただくと速い伸びるスライスが打てるかなと思うので意識してやってみてください。続いての質問です。コロナウイルスの影響でテニスの頻度が少なくなっています。テニスの鈍りを軽減するための家などで狭いスペースでできる練習はありますか、とのことです。はい、家の中っていうと結構限られてきます。ラケットフルスペースがある方もない方もいらっしゃると思うので、ラケットフルスペースがある方、ラケットが振れる方はラケット振ってもらえたらいいかなと思いますし、その他やっぱ縄跳びとかもやる方がいいので、そのあたりもやってもらう。あとはですね、ボールを打つことに関しては、テニス復帰すればすぐに、皆さん慣れてくると思うんですが、体がついてこないのが一番困るので、それに対するしっかりと筋力を、維持するために走ったりっていうのは大事になってきます。あと、家の中で、動かなくてできるってなってくると、もう本当に、YouTube を見たりしながら、意識を高めつつ、体幹トレーニングなんかをやるのがいいかなと思います。で、うちでも YouTube 上げてるので、いろんなトレーニング載ってます。その中ちょっと見てもらえたらいいかなと思うのと、もしよかったらこの機会に、YouTube 見ていいねボタン押してください。続いての質問です。ミックスの試合などでサーブを思いっきり打つと品質を買うことがあり、加減をして打つことがありますが、変に気を使ってリズムを崩しサーブが入らなくなることがよくあります。当たりの厚さと回転量をコントロールできていないのが原因と思われるのですが、何かアドバイスがあればお願いします。はい、相手に合わせてサーブを打つっていうのもなかなか、ないことだと思います。ですが、状況によってそういうことがあった場合には、基本的に自分のスイングの大きさっていうのは変えないようにしてください。もしくはもう割り切ってサーブを打つ、このどちらかだと思いますが、前者、大きくサーブを打つとすると、まず、変えないといけないのは大きく分けて2つです。速度を落とすこと、それと相手の取りやすいところに打つ、同時に、回転量を下げるっていったこの3つが、多分問題になってくるかなと思うので、そこを、変えていきたいというふうに思うんですが、スイングは同じように大きく振ってもらって構わないですが、当たりが厚いと当然スピード乗ってしまうので、当たりは薄く、当ててもらえたらいいです。ですが当たり薄くして同じようにスイングすると当然回転量が多くなってよく跳ねてしまったりよく曲がったりするので、基本的には回転、当たりを薄くしてかつスイングスピードを落としてもらうと、回転量が少なくなってきます。そうするとスピードも、遅く回転も少ないサーブが打てるんで、基本的にはあまりサーブの、崩れることがなくなるかなと思います。一番良くないのは自分のサーブを崩して打ってしまうことが良くないので、同じように打つ、その中で今言った2つのポイントを意識していただければいいのかなと思います。
で、そういった練習が、まあ、そういったことをすることで、普段の自分の練習にどういうふうな形で生きてくるかというと、まあ、ちょっとレベルの高い、レベルの高い話になるんですけれども、プロなんかでもそうです。同じところに例えばセンターだとセンターに200キロのサーブとセンターに160キロのサーブを入れていきます。その40キロの差で相手が構えててリターンが200キロのつもりで合わせるのが160キロが来て200キロと思って合わないみたいな形で相手のタイミングを外したりすることもできてくるので、そういったところにうまく役立てることもできるので、普段からそういった意識をしていただければいいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。詳しくはドクターテニスラボで検索。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では続いての質問です。コーチたちが今まで使って良かったラケットはありますか？またあんまりやなと思ったラケットはありますか？はい、僕基本的にウィルソンのこの K ツアー、言われるラケットの後継モデルなんですけれども、まあ、今ウルトラ使ってるんですが、あのウィルソンの、このモデルっていうかこの形のラケットは結構気に入ってます。面の大きさも95で小さいですし、重さも290で、紙くらいも多分軽いと思います。で、基本的にオレンジ好きなんでオレンジのラケットを使ったり、まあ、いろいろしたんですが、自分でやってるのはウィルソンかなと思って今ずっとウィルソン使ってます。はい、田中はヘッドのスピードが好きです。はい、では坂本さん、僕はラケットあんまり何でもいいタイプなんで見た目で選んでます。見た感じかっこいいなっていうラケットを使ってるんですけどなんか毎回アップしてるあとはそうですね、この間最近ちょっと知らした中ではあのグラビティは良かったな、自分にはちょっと当たりかもしれないですけどグラビティは良かったなっていうふうに思います。以上です、はい。